か主しの上映上映は、日本における衣装の一つ。神事、祭祀、法絵など、宗教的な儀式の際に着用されるものだが、仏教や神道のみに限定されない場合もある。正常な衣服という、広い意味で、例えば、四国八十八箇所巡礼の参加者の清掃である、白衣、おいずりなども含めて言うこともある。神道における神職の上絵の素材は、主に白布や木々で、 以下のように構成されている。頭に立絵星をかぶる。上半身は仮絹形で、袖には袖ぐくりと呼ばれる紐が通してある。下着には一絵を着用。下半身はくくり糸口の袴というバルーン型のものを着用。そして、大麻や尺を持って儀式に臨む。仏教の僧侶においては、袈裟が上縁に当たる。施された衣服という定義もあるという。 福井県道路交通法施行催促には、運転操作に支障を及ぼす、恐れのある衣服を着用して、車両を運転しないこととの規定があり、2018年9月、福井県内で総意を着て、自動車を運転していた僧侶が検挙されたことがある。注釈出典。ありがとうございます。